秋の落葉口葉とは日本の古い色の名前の一つ。平安文学では木赤系統だが江戸時代以降は朽ちた葉の色に近い褐色系統の色を指すことが多い。多様な樹木の紅葉に由来する口葉には高級葉、赤口葉、さらには青口葉などの派生が口四48色と言われるほど存在した。これらは青口を除き、口なしと 紅花染料の配合を変えた重ね染めで表現され、当時の口葉は、彩度が高い木赤系統だったと見られる。また、夕食古日の重ねの色目として、口葉色の重ねは、氷が口葉色で、裏が黄色、赤口葉が、氷が、赤口葉、裏が黄色、青口葉が、氷が、青口葉、裏が、高級用ですべて秋に着る衣装に用いるとされているが、さらに、花山吹きが、 表が高級葉、または薄口葉、裏が口葉、または黄色とされている。平安時代の貴族は明るい木赤を非常に好み、それまで胃腸などの紅葉を指した紅葉、もみじが奈良時代にはカエデなどの紅葉を表すようになったため、口葉がそれまでのもみじを指すようになった。このため、山吹の花の鮮やかな黄色になぞらえるほど、当時の口葉は、 鮮やかな黄色系統の色だったとと考えられている。時代が下って、江戸時代の染色に関する文献の中に、黄色に染めた布の上に薄い藍を重ねて染める、聞かれ茶という色の別名として、口葉が登場する。日本英体グラにも、こちらの口葉が登場しており、どうやら当時は、女性の着物の地色として比較的よく使われていた、らしい。この緑褐色や、 現在の口唇色は単に口唇という名から連想されたもので、平安の木屋家系の口唇とは別系統の茶褐色である。ありがとうございます。